両部、または両母は両部科の落葉お高きである。学名はクリースラバービナービス。若葉は山菜とされ、庭木としても植えられる。米はたつ森。高さは3から7メートルになる。樹皮は表面が縦長な形に剥げ落ちて、その後茶褐色で滑らかになるので、サルスベリと呼ぶ地方もある。葉は長さ10センチメートル。 幅3センチメートルほどで東卵型に近い楕円形。円には細かい巨子がある。表面には艶がなく、無毛、または、ほの毛を生じる。枝先に、螺旋状につくが、枝先にまとまる傾向が強い。花は夏に咲き、花弁は白く五蓮ツする。枝先の長い創状果樹に、多数の花をつけよく目立つ。果実は、果てで3つに割れる。北海道南部から九州。 シェジュ島までの山林に多く見られる。平地から温帯域まで広く見られるが、森林を構成する樹種というより、パイオニア的傾向が強い。両部族には数十種あり、アジアとアメリカ大陸の熱帯、温帯に分布する。昔は、飢饉の時の休耕植物として利用された。現在は、両部藩などの材料にする。また、5年に1度しか採集できないが蜂蜜が、 市場に出ることも、結晶化せず、香り高い。領部という名は、休校植物として育てたくえることを法で、決められたからと言われるが、過剰の形から、劉備がなまったとの説もある。旗たつもりは、畑たけつ神などの字が当てられるが、語源は、はっきりしない。ありがとうございます。